ちょっと思ったこと言っていいですか？いきなりどうしたんだ？動画を作ること自体に意味はあるのかって。自己満足っていう意味合いがあるのでそれはないです。ってそうじゃなくて、最近飛行機乗るときに特別なものが何もないから、中身がワンパターンになりつつあるんだよね。どんだけ飛行機に乗ってんねん。一般人はそんな普段から飛行機に乗らないんだぞ。つまりは中身がそんなに変わらないから、飛行機に乗るだけの動画はやめにしようとか考えてたり、完全にはなくさないけど、少し減らそうかなと。そんなことが許されるとでも、あれ、ダメなんですか？それなくしちゃったら旅行チャンネルじゃなくて、ただの紹介動画になってしまうぞ。つまりはこのチャンネルの軸をずらしちゃダメってことよ。まあ確かにそれは一理ある。最近観光地に行くっていう旅行をしてないもんね。ただ乗り物に乗ってるだけの動画が多いのは事実。観光地に行くときは大抵自動車になっちゃうから、こういう動画が撮りにくいんだよね。運転中に録画ボタンとか押せないもんね。この前の倉敷は同乗者がいたから協力してもらったりしたけど、そんな毎回協力してもらうわけにはいかないし、難しいところだね。少なくとも飛行機の搭乗機は削るべきじゃないと私は思うかな。プレミアムクラスとか乗ってれば多少紹介することもあるし、よかったかもね。あれも主要中とかだったらまだしも、それが目的じゃないときは普通席の倍以上の値段するから、もったいない気がするんよね。ステータス持っちゃうとなおさら思っちゃうよね。動画そのものは工夫しながら撮るしかないね。ということで脳内解決。なんだよ、ただの茶番かよ。お、今のはもしかしてちょっとタイムリーな話題だからと言って突っ込むのはやめようね。さてゲートに行きますかね。今回は2番ゲートです。次はこの女満別行きに乗っていきます。乗りました。今回の機材は釧路行きと同様、本級でございます。道内路線は大抵これだよな。本級ってエンジンが真横にあるから、下の景色は見えても横が全く見えないよね。救命衣は、皆様の座席の下にあります。頭からかぶり、両側の金具を留め金にかけて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。までは約40分のフライトとなります。ところでさ、結局なんで釧路じゃないのかの理由教えてもらってないよね。なんで今日は網走に行くことになったんだ。ただのやけくそです。はぁ、やけくそってどういうことよ。前回の動画でも説明したけど、今回の旅って大雪で3回くらい延期してるのよ。その腹いせみたいな感じか。それでなんとなく YouTube を見てたらさ、釧網本線という路線が網走から釧路まで走ってるのを見つけて、しかもその路線ってかなり海に近いところ走ってるわけですよ。景色はすごい良さそうだね。そこに飛び込んできたのが竜王接岸のニュースなんです。竜王っていう東方地区海で見られる現象だよね。それを見るために網走まで行くんだな。正確にはただ釧路行くだけで面白くないし、釧網本線とかいうかなり竜王が見られるような路線がちょうどいいところに走ってて、しかも延期しまくった結果竜王が接岸したので、せっかくだし見に行くかってなった。だから直前に飛行機のチケットの区間変えてたのか。おかげで値段が倍になりました。結構痛い出費だなこれは。変更した分の価値がある景色に期待しましょう。その価値がなかったら氷漬けにしてもいい。帰れなくなるからそれだけはやめてくれ。心配するところそこなんだ。たまに出てくるマリサの萌えポイントだね。つまりはわざとと。ただ変な風に捉える人いるからやめて。ほらもうマリサったら照れちゃって。ほら早速出てきたじゃん。この反応速度だけは速いのな。マリサに対する反応は使い切よ。その能力を別のところで使ってください。
女満別空港に到着いたしました。ここに来たのは2019年のゴールデンウィーク以来だな。沖縄と北海道を行き来したあの旅ね。あの旅もなかなかインパクトあったよね。さて今回はその逆でバスで網走市内まで行きますよ。バスがまさかの路線バスタイプ。スーツケースあるから少し狭いね。前は観光バスタイプだったよな。一面雪で真っ白だけどね。夏になるとまた景色が変わるんだろうね。でもこれはこれで冬の北海道って感じがするな。列車がやってきたね。これは摂北本線だな。前は旭川からここまで特急に乗ってきたな。網走駅前までやってきました。ホテルはいつものルートインなので荷物を置きたいんですが、時間が微妙なので外で少し時間を潰しましょう。ちょうど列車が入ってきたね。あれは友情物語号という観光列車ですね。ということは明日はあれに乗るんだな。一応その予定。ツアーっぽい団体客がいっぱい降りてきたね。明日はどれだけ混むのかな。でも座席は確保してあるんだろ。あの列車ほぼ自由席だから取ってない。そうなんだね。詳しいことは乗ってから説明するとして、いい時間になったので荷物を置いてきます。荷物を置いてきました。ということで散歩がてらスーパーまで買い出しに行きましょう。前行ったところかな。その通り。前通った川沿いを歩こうとしたら、雪で埋もれて道がなかった。さすが北海道。遊歩道まで潰さないと排泄できないんかね。車の通りが少ないから、どっちかが通れればいいってことなんだろうな。この辺の雪、ちょくちょく凍ってて滑ると。凍ってるってまさか。またあたいのせいにする気だろ。どうしてわかった。バカでもわかるわそんなもん。着るのがついに自分がバカだって認めた。ということで買ってきました。いろいろすっ飛ばしたな。おい、必要ないかと思って撮ってません。というかスーパーとか基本撮影禁止だからね。確かにそうね。というわけで今日は移動で疲れたので、この辺で終わりにしておきます。また明日です。